AKB48 や NMB48 で活躍し、現在はソロ歌手として活動する山本彩香さん。挫折から再起を果たした高校時代や、中学生バンドの一員としてデビューした中学時代など、学生時代のエピソードも合わせてご紹介します。山本彩香さんのプロフィール。本名、山本彩香。生年月日、1993年7月14日。身長、155センチ。血液型、B 型。出身地、大阪府。所属事務所、共楽吉本ホールディングス。ニックネーム、さやねえ。 AKB グループでの主な活動。山本さんは2008年にシングル Girls Be Ambitious で歌手デビュー。2010年に NMB48 のオーディションに合格し、以降はこちらの活動がメインとなります。翌年 NMB48 のデビューの際にはキャプテンとなりました。2012年の AKB48 の選抜総選挙で18位となり、アンダーガールズ入り。翌年の選抜総選挙では14位となり、選抜メンバーに選出されます。2015年の選抜総選挙では6位。 NHK 朝ドラ朝が来たの主題歌365日の紙飛行機で初のセンターを務めます。同年のマジスカ学園4で女優デビューし、他にもグラビアなどでも活躍されています。2016年10月には自身初のアルバム「レインボー」をリリースしました。続いて2017年10月にはセカンドアルバム「アイデンティティ」をリリース。2度目のソロライブツアー「山本彩香ライブツアー2017アイデンティティ」も開催されました。そして2018年11月に NMB48 を卒業しました。幼少期は？出演されたパナソニックの CM では幼少期の頃の可愛い写真を公開しています。そんな幼少時代の山本さんは父親から顔を舐め回されていたのだそう。なんでかわからないんですけど、父が私の顔をペロペロと舐め回すんですよと語っていたことがあり、これがとても嫌だったのだと明かしています。小学校入学と音楽との出会い。山本彩香さんの出身小学校は地元茨城市内の公立校の水尾小学校です。家族構成は両親と兄2人姉の6人家族で、山本さんは兄の影響で小学校時代からギターを始めています。ロックミュージシャンのアブリル・ラヴィーンに憧れていたのがきっかけで、彼女の楽曲スケーターボーイを弾きたくてギターを購入してもらったといいます。当時音楽スクールに通っていた山本さんはスクール主催のライブイベントで100人以上もの観客の前でギターを演奏したこともありました。山本さんはその際について、女性がギターを弾いてロックを歌い等身大で表現する力強さに憧れたとインタビューで振り返っています。そのため山本さんは小学校の卒業文集にも、将来はシンガーソングライターになって紅白に出て世界ツアーをすると綴っています。また小学校6年生の頃からリトルキャットに通学して本格的に歌の勉強とレッスンを始めています。加えてこの年に芸能事務所入りし、同じリトルキャットに通っていた北脇久子さんと小林ありささんと共にマッドキャッツの前身バンドスマイル2ガールズを結成しています。その他にも小学校時代はピアノとダンスを習っていたそうです。中学生活とメジャーデビュー。山本彩香さんの出身中学校は地元茨城市内の公立校の南中学校です。
中学時代の学校の成績は良く、中学校3年間は毎年学級委員も務めています。また、シンガーソングライターに憧れていたことから、小学校6年生の時から大阪の著名なミュージック&ダンススクールのリトルキャットに通っており、中学時代もボーカルのレッスンを受けています。さらに山本さんは中学時代に特技であるギターも熱心に練習しています。山本さんは中学3年生の15歳の時にバンドマッドキャッツのメンバーとしてメジャーデビューしています。このバンドはデビュー当時はスーパー中学生バンドと呼ばれ注目されています。ただしセールスが伸び悩んだことから山本さんが高校1年生の時にバンドは解散してしまっています。なお、バンドの解散の際には、自分の将来に興味がなくなってしまったという虚無感が押し寄せてきて、バラバラになりそうでした、と著書に綴っており、大きな挫折を経験しています。高校生になって、山本さんが入学したのは、私立の女子校の平安女学院高校です。この高校は1875年開校の歴史あるミッションスクールです。前述したように山本さんは中学時代から芸能活動をしていましたが、芸能活動をしながら大学へ進学するために同校に進学しています。高校入学当時は教師を目指していたそうです。また高校時代の成績は非常によく、学年2位の成績を取ったこともありました。山本さんはインタビューでも、高校時代は真面目に勉強に取り組んだことを述べています。学生時代は結構勉強好きだったので、テストの前は2週間前とかから勉強していた。普段から授業はしっかり聞いていて、絶対テスト出えへんやん、みたいなこともノートにメモったりとか、教科書にライン引いたりとか、先生の全部を事細かに頭に入れるつもりで授業を聞いたりしてましたね、と語っています。ちなみに同校在学中は学年1位の成績だった親友の存在が大きく、その親友と成績を競っていたことから2位になれた、とも語っています。さらに模範的な生徒であったことから高校2年生の時には生徒会長も務めています。生徒会長の選挙の際には、校則の改正の公約を掲げて当選しています。その容姿から高校時代も人気者だったようですが、同級生などによれば責任感もかなり強かったようです。また、過去にはトークライブアプリ755にてファンからの質問に回答する中で、ご自身の高校時代を明かされています。ファンからのテスト平均何点ぐらい取ってた?という質問に対し、高校の時は割と勉強してたから何気に評定は 4.7 か8あって学年2位やった。得意教科は生物で次に英語と語られています。NMB48 のメンバーに、当初の山本さんはシンガーソングライター志望だったことからアイドルになることに抵抗がありましたが、母親の AKB さんのところなら基本はアイドルの活動で歌や踊りをしながら、卒業したら女優やモデルなどの活動ができるし、音楽をやりたいんだったらそこからまたやれるんじゃないか、という言葉に背中を押されたことをインタビューで述べています。そのためオーディションに応募して2010年9月に合格し、 NMB48 のメンバーになっています。オーディションに合格した直後の2010年12月、山本さんはグループのメンバーに負けないところについて、小中学生のメンバーは小麦色に焼けた子が多いので肌の白さは負けないと思います、とコメントしています。ただしこのオーディションは最後のつもりで受けており、もしダメだったら芸能活動の断念も考えていたほどです。NMB48 に加入後は仕事が忙しくなったようで、
大阪市内の私立の女子校である大阪薫英女学院高校に転校しています。薫英女学院高校は1931年創立のお嬢様学校として知られていますが、スポーツも盛んで、特にバレーボール部やバスケットボール部は全国的に強豪校です。山本さんはこの高校では同じく他校から転校してきた NMB48 のメンバーの渡辺美雪さんと同級生になっています。ちなみに NMB48 時代にはライバル関係にあるとされた2人ですが、山本さんはそのように見られるのが嫌で嫌で仕方がなかったとインタビューで話しています。先にお話ししたように、山本さんは小学校時代から歌やダンスのレッスンを受けていたことから、当初からグループの中心的な存在でセンター候補でした。 AKB グループの総合プロデューサーの秋元康さんも後にダンスなら NMB と言っていますが、創世期の山本さんの貢献は大きかったはずです。また NMB48 ではキャプテンに指名され、高校3年生の7月にグループはファーストシングル絶滅黒髪少女でメジャーデビューを飾っています。この曲では山本さんも選抜メンバーに選ばれましたが、センターは渡辺さんが務めています。以降もグループはヒット曲を連発し、AKB48 に次ぐ人気アイドルグループに成長しています。このように高校時代の後半は芸能活動で非常に多忙でしたが、山本さんはきっちりと高校を卒業しています。そして山本さんは高校卒業後は大学に進学せずに芸能活動に専念しています。前期のように当初は大学に進学するつもりでしたが、高校3年生の終わり頃には AKB48 のメンバーとして選抜されるほどの人気ぶりだったことから、進学は断念したようです。とはいえ高校時代の成績や入学した高校のレベルなどを考えれば、十分に大学へ進学できるほどの学力は有していたはずです。以降は山本さんの人気は全国区となって、 AKB グループの総選挙でも上位にランクインされるほど高い人気を誇っています。 NMB のキャプテン、そして AKB のセンターへ。2011年1月には NMB のキャプテンに就任し、同年3月にチーム N のメンバーへと選ばれました。2014年2月に開催された AKB48 グループ大組閣祭りでは、 NMB48 とAKB48 チーム K を兼任すると発表があり、両チームを兼任していた山本さん、以来 AKB48 メンバーとしての活動も行っており、2015年には AKB48 の楽曲365日の紙飛行機で初めてセンターを務め、曲も大ヒットしています。その後2016年4月にNMB48 の同期渡辺美雪さんの卒業発表の際に兼任を辞める意思を明かしていました。そして2016年5月に行われたチーム K の公演最終ベルが鳴るに出演、この日が AKB48 として最後の公演ということもあり、終始気持ちの入ったパフォーマンスを見せていました。山本さんは解任について、NMB がこのままでは危ないのかなというのも考えて、一旦自分はキャプテンでもあるのでここで整理をしようと考え決断したと明かしました。山本さんはセンターを務めることについて、真ん中で歌わせていただけることも嬉しいんですが、時が経っても色褪せず皆さんに愛していただけるということが嬉しいと喜びを明かしています。そしてその年の第67回 NHK 紅白歌合戦では AKB48 のセンターを務めることになりました。一般投票で選出されたメンバーが同番組に出演できるというシステムが採用され、山本さんは 41,190 票を集め見事1位となりました。山本さんはセンターを務めたことについて、
人生で一番パニックに陥りまして、何にもちょっとわからなくなって、と心境を明かして涙。ステージに立ったら、応援してくださっている皆さんの顔が一気に、皆さんに歌が届いていたらいいな、と語っていました。2016年の総選挙では4位という成績を収めましたが、2017年の第9回 AKB48 選抜総選挙では出馬を辞退した山本さん。翌年の2018年7月30日、中野サンプラザで行われた全国ツアーの初日公演で NMB48 からの卒業を発表し、同年11月4日にNMB48 を卒業しました。山本さんの性格は、2017年5月28日には阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ戦の始球式に参加し、この始球式で山本さんは黄色のユニフォームにミニスカートを着用し、さらに虎耳をつけた格好で登場しました。毎回吐き気がするぐらい緊張する中で投げさせていただいていますと語り、コントロールが乱れてしまいとても悔しかったですと自身の投球に納得していない様子でした。そんな山本さんの性格についてですが、真面目すぎると話題を呼んでいます。そんな性格ゆえに SNS の投稿も慎重になりすぎて何時間もかかってしまうほどなのだとか。熟考した自身の投稿については、見返したらくそつまんねーと思ったりすると笑顔で明かしています。また本当の自分はとてもネガティブだと語る山本さん、家で一人でいる時の自身については、もうめちゃくちゃ落ちます、めっちゃ暗いですねと告白しています。悩む時は自分を責めたり、すぐには変えられないことを考え込んでしまうというが、一方でもしかしたら自分に期待している部分なのかもしれないですとも語っています。いろいろと精力的に活動されている山本さん、これからの歌手やタレントとしての活動での活躍にさらなる期待が高まりますね。